鏡荘は、貝の国の荘園現在の南アルプス市、鏡、鏡中城付近に所在していたと考えられている。寺園鏡荘に関する所見資料は、県営元年寺園記章文、文様記で、鎌倉時代の県営元年に、藤原忠道の子で、天大札の寺園が、小僧養育前にから、鏡荘を譲られている。同資料によれば寺園は、 前年に三条白川坊から東山大谷の吉水坊に移した少年院の道場大仙坊院に鏡僧を付属させ年宮府二百段を前二の菩提供養と大仙坊院経営の死に当てさせたという小僧養育前には関院流西園寺家の祖である藤原通貴の娘で藤原常貞の妻であった人物で92年出生の慈縁の乳母になっていたと 考えられている。養育前にの父、通り木は天皇家と関わりの深い人物であるが、海の国との接点は見出されていない。一方で、寺園の父は海の国と関係の深い藤原忠実の子、忠道であることから、忠実の時代に、鏡荘が摂関計量となり、一代限りで養育前にに常用され、小僧養育前にの死後に、 自炎に乗与された権威が考えられている。また、権略3年2月自治所領譲り上課長要略によれば、権歴3年2次炎は、天台札を辞するにあたって、昇霊院門後、朝、人志新郎への所領譲り上案を作成しており、別総伝の極楽事業とされている。 天覆2年の次元所領注文では大仙防院の後ろ身である大上受院料として純流の300段の負担が定められており、鎌倉時代には少年院門関料であったと考えられている。剣務3年9月17日、加重寺寺料目録によれば、南北朝時代の剣務3年には京都市山品区に所在する加重寺料として見られる。法禅寺、平安時代後期には、 海、源氏の一族が、甲府盆地各地へ進出して土着するが、鏡荘には、源の清光の子、鏡炎光が進出し、南アルプス市、鏡の宝禅寺境内に館を構えたという。東光の一族は、鏡市のほか秋山市、小笠原市、南部市などの氏族を排出し、その勢力圏は、鏡荘を含む甲府盆地南西端から、海の南部の河治療に及ぶ。 鏡荘南方の南アルプス市高原、下宮地、古市城、鮎沢付近から藤川城、市川美里町黒沢に至る一帯には大井荘が位置している。大井荘も同じく鏡炎江の支配下であったと考えられており、炎江着南の秋山光朝は南アルプス市秋山に進出して、秋山市を名乗ったという。一方、鏡荘の北部には余り荘など、 武田氏一族の勢力圏があり、鏡荘の東には市川荘が所在している。県事元年の六条は赤宮造営注文では、鏡美の入道跡が四巻を負担しており、否定される人物は不明であるが、鏡氏の一族であると考えられている。公安8年11月17日、鎌倉で足立康盛、宗影夫氏が中殺される下月騒動が起こる。 下月騒動では、小笠原市、南部市、秋山市ら鏡一族が連座しており、宝泉寺の記録では東光の孫である鏡園教の代で途絶えている。天正年中寺部八万宮番記によれば、戦国時代には、稲佐久康、野路瀬、小柳、藤田、鏡中城、鏡、寺部の七号が含まれていたとされ、正域は、正域は、南アルプス市、鏡、 鏡中城一帯に当たると考えられている。下月騒動により、鏡一族は衰退し、戦国時代には変わって、武田氏の一族、武田大石が台頭する。鏡将来には、美信山駆動寺に至る寸州王館沿いに、多数の町、市が所在する。これらの市は、日蓮宗寺院との関わりが強いことが指摘され、大石の経済的基盤であったとする説もある。 鏡総域にあたる南アルプス市鏡には、宝禅寺が所在する。一帯には、町屋の地名が残り、宝禅寺の門前町が所在していたとも、考えられている。また、南アルプス市京中町には、日蓮習寺院の長恩寺が所在し、宿の地名やしがみを祀る祠が所在していることから、長恩寺の門前市があったと考えられている。さらに、南アルプス市東下。 市上にも死が存在していたと考えられている。鎌倉伊文から1659号、AB 秋山、P139ABCDE 秋山、P140、鎌倉伊文から1974号、海源寺列島をかける、武士団、P140P142、秋山、ピアニッシモ、122から123、秋山、P131、海源寺列島をかける、 武士団、P140AB 秋山、P141 ハット ABC 秋山、P132 秋山、P134。ありがとうございます。